24日、人権団体南モンゴル人権情報センターは、内モンゴル自治区オルド市近郊で20日、炭鉱開発などによる環境破壊に抗議していた遊牧民が、漢民族の輸送トラックに轢かれて死亡したと発表。炭鉱開発に抗議してトラックに轢かれて死亡した2人目の犠牲者になります。5月10日、炭鉱開発に抗議していた遊牧民、メルゲンさんが石炭輸送トラックに轢かれて死亡。この事件が引き金となり、内モンゴルではここ30年で最大規模のモンゴル族による抗議活動が展開されました。新東人テレビがお伝えしました。京城石开，捐助新唐人，了却您久远的中国夙愿。